はい、どうもこんにちは、松井塾の松井です。さあ、今日のテーマはこちらということになるんですけど、まあ、カルピス軍団が堀口秀俊さんを排除しようとするということになってるんで、まあ、そのテーマについてちょっとやっていきましょうということなんですが、松井先生のアンサーはこちらということなんですけど、すみません、カルピス軍団って何か勘違いしてませんか？何か勘違いしてると思ってるんですけど、ひょっとしてカルピス軍団は堀口秀俊さんより上の立場に立ってるっていう風な話で自分たちの認識言うんやったらちょっとやばいですよ。全然した。堀口秀俊さんが、まあ、ここにいますよって言ったらカルピス軍団もこの辺かね、ちゃんと。申し訳ないんですけど、全ての能力で堀口秀俊さんより劣ってます。はい、全ての能力で堀口秀俊さんより劣ってます。はい、でまあ、要は何がポイントになってきますかっていうことになるんだけど、じゃあ例えば変な話ですけど、堀口秀俊さんより見られてるカルピス軍団の人って例えばいますか？いないですよね。カルピス軍団についてばっかり言及する動画って私ほとんど見たことないんですよ。堀口秀俊さんがいてカルピス軍団について言及する動画って私も結構そこそこ見たんで、まあ、全部見てるわけじゃないし、まあ、何個かバーって見てるだけの話なんで、実際はどうなのかもしれないですけども、カルピス軍団がどうのっていうか、好き嫌いとか以前の段階の人って多いんじゃないですか。はい、っていう状態になってるんで、だから全ての能力で堀口秀俊さんに私は劣るというふうに思いますね。はい、じゃあ具体的に端的に説明するとどういうことかっていうんですけど、芝木隊にしろ、カルピス軍団にしろ、話題にすらしたくないレベルの人たちですよ。いやだからどういう面がと全部はっきり言うと今までの生き方もそうだし、今やってることもそうだし、今のこの堀口秀俊さん関係の立ち回り方もそうだし、その集団で群れないと何もできないし、かといって別に何か社会のために役に立っていることをしてるわけでも全然ないし、っていう人たちじゃないですか。で、見てても面白くもない。面白い要素もない。なんかすごい変なことを言うわけでもなく、ただただ気持ち悪いっていう。ただただ気持ち悪いという感想すらない。だから無。そうそう。だからポイントになってくるのはそうなんですよ。で、人間っていうのは本当にどうでもいい存在っていうのに皆さんどういう風になるかって言ったら、愛情の反対憎しみとか言ってるの、違う。愛情の反対憎しみとか感情がある時点でまだその人っていうのは、要はその人を見てくれてる人たちっていうのがいるんですよ。だから心のどっかでこいつなんとかなってほしいなとか、こいつどうにかして助からんのかよっていうのがみんな思う部分があるってことなんですよ。みんな思う部分があるっていうことなんですけども、それが過ぎ去ってしまうとどうなるかっていうと、まあどうでもいい人たちだよねって話なんですよ。そう。だから共産党批判してる人たちって元共産党員が多いでしょ。あれはまだ共産党に対して、なんか希望があるというか、まだ要するに何らかしらの要するに治るんじゃないかなっていうような思いがあったりするからですね。そう。で、私は要するに共産党ってのは下の末端層に関しては例えば、ちゃんとやってる人もいますねっていう風な話でいるから、一応共産党がなんかやらかしましたって言ったら要するに取り上げて、これは良くないですよねみたいに取り上げますけど、そう、それはまだ多少なりとも 1% で 0.01% も 1% はなんか知らないけど、まあ、希望があるから、まあ怒りっていうのが湧いたり動画撮ろうという行動に移せるんですけど、何にも言わなくなってるってことはもう諦められてるんですよ。そうですよね。学校の中で落ちこぼれとかできない子とか、要するに悪い子とかいろいろあるけど、一生懸命先生らでも周りの人も怒ったりとかするじゃないですか、例えば。で、怒られ続けてるやつって逆に言うと、ものすごいそいつ好かれてるんですよ、別の意味で。別の意味で好かれてるっていう状態なんですけど、でも、この人たちって違うでしょっていう。僕もそうなんですけど、このカルピス軍団系統って全部ミュートしてるんですよ。だから来ても全然わかんないみたいな感じです。はい、まあ、ブロックまではしてないですよ、いちいちブロックするのもめんどくさいんで、ミュートにしとこうと思って、まあ、入るだけ邪魔、情報として邪魔なんで、普通にミュート、俺以外で、俺今まででミュートしたことないで、ブロックはある、鬱陶しいとか、他人の悪口ずっと持ち込んでくるやつとかはあるけど、フォローは外したりとかあるよ、ああ、こいつちょっと俺になんかめんどくさいこと、要するになんか巻き込んできそうやなと思って、フォロー外しとこうかとか、フォローは外したりとかありますよ。ミュートやから、そう、なんかブロックしましたって言われるのも鬱陶しいなと思いながらこっちは興味ないしみたいな話じゃないですか。だからミュートしてるっていう状態ですね。はい、だから実際私もなんかあの人アルパカ社長さん、藤原神さんですか、
藤原カメラさんの動画とかたまに見て、また漏れとんのかっていうような話で、まあ、見てるけど、それは藤原カメラさんが上げてるのが好きやから見てるだけの話であって、正直どうでもいいですか？はい。はい、ということで一つ目ということなんですけど、じゃあまず見ていきましょう。じゃあ実際俺以外の人はどうかって考えてるわけですよ。じゃあ赤木玲也さん、この間肉声、生の肉声で動画撮られてましたよね。うん。あれは反則やね。めっちゃイケメンな声やね。イケメンな声で、こうでっていうね、ものすごい論理的な話し方されてて、でものすごく感情がこもってるって、だから本当に堀口哲俊さん、それは本当危険だよみたいな話をしてるわけじゃないですか。はい。だから感染者さんとかも堀口哲俊さんのことを心配してるよね、例えば。それはもちろんね、100% 堀口哲俊さんのことが心配で夜も眠れないとまではいかないと思う、間違いなく。せやけど、赤木玲也さんにしろ、感染者さんにしろ、まあ他の要するに堀口系の人たちもそうなんだと思うんですけど、いや、堀口先生さん、それ、やって大丈夫なんかって心配しながら要するに動画撮ったりとか、心配して見てるっていう要素、ほんま 1% もないか、みんな。1% もない。多少はみんなあるんちゃうか、多分。そう、多少はあるんじゃないかっていう感じになると思いますよ。はい。ということですね。で、私の方で見てほしいんですけど、二つ目ということなんですけど、まあ、堀口英俊さんは心配する動画と、作りましたよね、私。堀口英俊さんと心配する動画を作りましたよね。で、堀口英俊さんを誹謗中傷しないようにって、具体的にはこういう文言とこういう文言って、こういう文言は言われたくないからやめましょうねっていう。まあ、私のところ見てくれてる方で、言う方だ場合は、基本的にはそういうことはしないようにねと。本人に言うとかそういうことはやめましょうね。そう。あえて本人が嫌がるっていうことまでやる必要性はないっていう話なんで、まあ大体8割から9割ぐらいの人々は別に、ちゃんとやりますっていう感じなんで別にいいんじゃないって話ですね。はい。いや、訴えられたいって人はいいんですよ。訴えられたいって。それはそれで別に俺は否定はしないけど、訴えられたくないんだったら誹謗中傷はしないようにしてくださいねっていう。めんどくさいことに巻き込まれたくないんだったら、別に誹謗中傷はしない方がいいんじゃないですかっていうね、触らない方がいいですよねっていう話ですね。っていうことを動画に出してるということなんです。ということは動画に出してるってことはどういうことかっていうと、いや、堀口英俊さん、一番私の感想として多いのは、もったいないなっていうのが本音ですよね。堀口英俊さんに関してはね。あれだけ人集めれるわけだし、あれだけ要するに人々を要するにバーって巻き込むだけの要するに言葉を発せられるわけじゃないですか、ツイッターにしないでしょ。そう。さあ、それがイメージとしてプラスなんかマイナスなんか一旦置いといてね。あれだけの要するに数ってね、狙っても出せないの知ってるから、そう、過激な動画とか、ちょっと行き過ぎた動画とか、いろんな作り方って俺試してみてるわけやんか。4000本近く多分動画撮ってると思うけど、それでもあんなにバズらせることって基本的に不可能なんですよ。それは発信者としてよくわかってるんだよ。発信者としてよくわかってるから、これがなかなかできないよねっていうことがわかってる。いや、やるもんやってやってみても。そうそう。だから、それなんやったらもうツイッター収益化して、もう要は寄付回してぐるぐる回せば、そう。究極的に言えばいいですよ。そう。究極的に言えば、堀口哲俊さん毎日ツイッターで適当に通訳まくるだけで金入ってくるっていうシステムになってくるわけじゃないですか。で、これからそのツイッターもお金バンバン取っていきましょうねみたいな流れもなってきてるわけじゃないですか。だから、それだったらもうブルーバッジつけて、もうお金ガーって回すようにすれば、ええのになと思ったりとか、そういう部分でもやっぱあるから、そうでしょっていうふうな感じになってるから、だからある意味で言うなら堀口哲俊さんのことをその高く評価してる部分もあるし、まあ、心配してる部分ももちろんあるし、まあ、他の人もそういういじめみたいにはならないようにしてあげてねっていう話はちゃんとしてるわけじゃないですか。はい。で、私カルピス軍団について何か言いました？私、うん、関わらないでねだけ以上それ関わらないでね以上やんか。うん。で、どういうことかっていう話なんです。それ別に決してカルピス軍団とか芝木隊がなんか怖い組織だからとか強い組織だからね、芝木隊はなんか強い組織だから要するにお前言えないんや、違う、どうでもいい存在だと思う。うん、どうでもいい存在だと思ってる。本当に思ってる。うん。ああ、だから理科的には見てるよ。あ、この人は一応ホモサピエンス科に所属する生き物で、どうやら呼吸をしていて、酸素を吸って二酸化炭素を出している。ご飯を食って排泄物を出している人っていう感覚ですね。どうでもいいです。マジでどうでもいいです。よく言うんですけど、怒りとか感情湧くんですけど、わかんない。
あの、二刀夢野さんとか太田恵子弁護士とか、神原はじめ弁護士という話になったりしたら、なぜあれだけの実力がありながらこんな変なことやったのかとか言うんで、その、二刀夢野さんとかでも喋り方にしても、バーって要するに人巻くの力にしても、すごいもんがあるじゃないですか。この件が要するにいいか悪いか置いといて、コラボが要するに公金からどうのこうのって一旦置いといたとして、そう。で、本書いたら太田恵子さんもしてるわけでしょって。それ、いいか悪いか置いといて、一旦その善悪を取り除いたとしたら、あ、それはすごいなっていうのは思いますよ。神村弁護士なんか芝木隊がどうなって、芝木隊運営はどうのこうのじゃなくても、堀口自衛隊さんとりあえず弁護し続けるっていうことの一貫性に関してとか、そういうのに関してあるけど、ないよね、悪いけど。悪いけど、褒めるところが見つからない。うん。褒めるところが見つからないので、けなしたいとも思わない。うん。ああ、そうなんですかみたいなね。はい。だから別に、僕らカルピス軍団みたいな人っていうか、変な人とかに僕絡まれて、おりゃーって言われても、あ、そうなんって言って。あ、そうですかって。ふーんって言う。あ、そうなんや。はいはい。って。はい、さよならって。まあ、それでツイッターとか終わらせたりするじゃないですか。うん。感情が震わない。俺、これもしね、はっきり言うんだけど、感染者さんが俺にあの悪口じゃないけど、意見言ってきましたとか、ね。まあ、いつもやったらあれだよ、おとなしおむらさんが言ってきましたとか、赤木レイヤーさん、まあ、赤木レイヤーさんツイッターやってないんですけど、赤木レイヤーさんがバーって言ってきましたって言って、俺が返しましたって言って話になったら、これはね、感情が湧くんですよ。お前、何やねん、何やねん。俺の言ってることおかしいっちゅうか、おい、どういうことやねん。お前かけてこいやっていうのになるんですよ。これ感情が上がるんですよ。これは何でかっていうと、相手を認めてるとか、相手がすごいと思ってるとか、その、相手が要するに、なんかこう、感情を持ってるんですよ。そうそうそう。だから、赤木レイヤーさんが、例えば、事故に遭いましたって、大丈夫ってなるわけよ。例えば。見たこともあったこともないよ。それは心配する。で、感染者さんの関係も、心配してたということですね。ただ、広報彼氏面みたいな先輩面するのは嫌やったんで、そういうことになる。これは感情が湧きます。愛情があるから。そう。愛情があったら、それは何かトラブったりしたとかやったりしますよね。はい。愛情があるから、何かトラブルが起こりましたったら、憎しみが湧くんです。湧かないって。カルピス軍団が待ち合わせの時に要するに遅刻して遅れてきましたっていうか、お前といつ待ち合わせした予定はないぞっていう。そうそう。で、道で転んでましたって言って、車に轢かれました。みんな何も思わない思わないって。そう。1億円当たりました。それよかったね。みたいな。ふーん、みたいな。俺今金30億持ってるやつ、外車10台持ってるやつ全然嫉妬しないっていう。あ、そうなん、よかったねっていう。そう、あ、そうなん、よかったねしか言うつもりがないんですよ。だからどうでもいい存在だっていう話。俺がよく言うじゃないですか。いや、だからどうでもいい存在だと思ってるっていうのは、要は発言したりするじゃないですか。いや、どうでもいい存在だと思ってますよっていうふうな話をしてるときっていうのは、そういう感覚なんです。あ、こいつは信ないなと。根っこの部分ないなっていうやつは、俺にとってはどうでもいい存在なんで。そうでしょ。根っこの部分がないけど、要するに、その、敗北は敗北として受け入れられないから、その、なんか、いや、俺は間違ってなかったんだっていうふうな話で、俺はこういうふうな活動をやってるから、みんなから嫌われてるんだっていうのをやりたいだけの存在ちゃうのっていうふうに思ってるんで、まあ、それに関してはどうでもいいかなっていう感じです。だから、みんな本当にちゃんと覚えとかなあかんのは、ちゃんと覚えとかなあかん。これ、だから、カルピス軍団が、堀口自衛隊さんを排除しようとしてるっていうふうに書いて、みんな見えるかもしれないけど、これ逆だから。堀口自衛隊さんから、カルピス軍団が堀口自衛隊さんを排除しようとしても、堀口自衛隊さんのツイートはみんな見続けるから、多分。うん。だから、排除したら最後、カルピス軍団って、そんなんいたみたいな状態になる可能性は高いですよ。はっきり言うんですけど。あ、なんかいたな、みたいな。はい。いう感じになると私は思いますからね。はい。だから何を勘違いしてんのかなっていうね。なんか、カルピス軍団ってなんか、自尊心とか、なんか、プライドだけすっげえ高い人ですよね。多いですよね。すごい多いなと思いながらね。はい。客観的に私は見てますけどね。はい。よろしいでしょうか。はい。それでは本日もご視聴いただきまして、誠にありがとうございます。あ、別に、カルピス軍団に悪い印象とか、いい印象とか、何もないです。ほんと、無ですから。何もないんで。